人に裏切られ、友に裏切られ、バレットはその孤独な生い立ちから他者を一切信じずに戦い続けてきた。そんなバレットに敗北を教え、奴を受け止めた男、それがロジャーじゃった。やがて鬼の後目と呼ばれ、ロジャーの強さを継ぎ、そして超えるべく戦い続けたが、ロジャーは死んだ。奴の拳は行き場を失い、ありとあらゆるものを破壊し始めた。奴はロジャーとの決闘という目的を失った怪物。それを野放しにできなかったわしらは、奴一人を捕らえるためにバスターコールを発令した。同情などできん。世界を巻き込む戦争だけは何としても阻止せねばならん。そうじゃな。今一度多くの血を流し、今度こそ奴の息の根を止める。じゃがそれともロジャーのように奴を真っ向から受け止める道があるのか。